タイトルカード、素敵なお下がりは、トムとジェリーの作品の一つ。気取った格好で、メス猫トゥードルの家に遊びに行くトム。ジェリーをプレゼントしギター演奏で彼女を口説きにかかるが、ダサいとあっさり断られてしまう。彼女に振られ、ジェリーにもからかわれ気分の悪いトムだったが、その時ラジオから話が聞こえてきた。ああ、あなたはなんてダサいんでしょう。あなたは、今まで何度そう言われましたか そんなあなたに提案です。ずーっとスーツでバッチリ決めて、クールになりましょう。トムは早速電気スタンドのカバーを防止に、ハンモックの生地をずーっとスーツに仕立てて、再び、トゥードルの家に出向く。ずーっとスーツを着たトムにトゥードルは、すっかりメロメロ。トムとトゥードルのダンスパーティーが始まるが、そこへ、ジェリーも乱入シーつものどたばった劇が始まる。 ジェリーが仕掛けたバナナの皮を踏んで滑ったトムはピアノに衝突するが、これを逆手に取ってトムはピアノを弾きつつ、トゥードルをくどき始める。俺の心は燃えている。小さい火花なんかじゃない。本物の炎だ。今、感じるぜ。燃えている。くどきに夢中になっているトムの隙をついて、ジェリーがトムの足をマッチで燃やしていたのだ。くどきを邪魔されたトムは怒り浸透になるが、 ジェリーのいたずらもエスカレートし、肩パッドに使っているハンガーに、ブラインドの紐を引っ掛けてしまう。ジェリーを追うトムは引っ掛かっているブラインドで後ろに引き込まれそうになる。机に捕まりこらえるトムだが、ジェリーにゴミ取りで指を叩かれたことで手を離してしまい、ブラインドに巻き込まれ、その拍子に水の入った金魚鉢に体を突っ込んでしまう。すると水でトムのずっとスーツは縮み、脱げてしまう。 そして、その縮んだスーツはジェリーにぴったりのサイズとなり、それを着こなすジェリーだった。トムメスネコデュードルにジェリーが入った宝石を見せて、くどくもダサいと軽くあしらわれてしまう。そこで名誉挽回すべく電気スタンドカバーとハンモックを加工し、背中にハンガーを入れて作った、ずーっとスーツを着てイメチェンすると、デゥードルに気に入られ恋人にしようとするが、 ジェリーの介入で三者の追いかけっこへ発展。やがてジェリーに主導権を奪われ、金魚鉢に体を突っ込まれたはずみで、ずっとスーツが縮んで脱げてしまい、やがて、ジェリーのサイズとなる。またしてもトムは名誉挽回に失敗した。ジェリートムにこき使われるも諦めず反撃。トゥードルをくどくトムに様々ないたずらをし、ついにはブラインドをトムのハンガーフックに引っ掛け、金魚鉢に、 トムの体を突っ込ませて、ずーっとスーツを縮めて脱がせ、やがて自分にぴったりのサイズとなったスーツを着こなして勝利宣言した。トゥードルトムの恋人であるメス猫。当初はトムを見てダサいとあしらっていたが、トムがずーっとスーツを着こなしてイメチェンすると態度を一転、くどきに応じる。だがトムがジェリーに邪魔されずーっとスーツを縮め脱がされたため、結局ジェリーに一目惚れする。ありがとうございます。